ダラの戦いは530年に発生した古代都市、ダラにて東ローマ帝国とサーサーアン・アサトが争った戦い、イベリア戦争における戦闘の一つである。ダラにおけるユスティニアヌス一世の城壁の後この頃の東ローマ帝国は527年からサーサーアン・アサト交戦状態にあった。というのも、時のサーサーン・のシャハンシャーのカワード一世が、 イベリア王国に対しゾロアスター教を信奉するよう圧力をかけていたからだ。しかし、このような状況にあったカワード一世は、息子のホスロー一世を保護してもらえるよう東、ローマ側と駆け引きを行っていた。しかしこの駆け引きは失敗し、サーサーアン・アサは東ローマ帝国の同盟国に対し戦争を仕掛けた。この頃の東ローマ帝国皇帝のユスティヌス一世は、 これに応じて、将軍知った、ベリサリウスをサーサーアン・アサとの国境沿いに派遣。529年、ユスティヌス一世の後を継いだ皇帝ユスティニアヌス一世は、サーサーアン・アサとのさらなる交渉に失敗し、これが、きっかけとなり、サーサーアン・アサは、約4万人の軍をもってして、ダラへの遠征を開始した。翌530年、ベリサリウスは、ヘルモギネスと、 自身の軍団を引き連れ、ダラ近辺に撤退した。その知らせを聞いたカワード一世は、将軍、ペロゼスに、軍1万人を預け遠征させ、この軍団は、ダラ近郊から約5キロ離れたアモディウスに駐屯した。サーサーアン朝ア、側との兵力差は大きかったが、ベリサリウスは、戦うことに決意した。ベリサリウスは、ダラの砦の前方に、 サーサン長期兵からの攻撃に備え溝を掘らせた。この戦法は2年前のタンヌリスの戦いにおいてサーサン長が用いた戦法と言われている。これらの防御口は両翼付近では中央より前にせり出した形になっている。ベリサリウスはこのように砦出の壁に近く引くことのできない中央部分に戦闘においてあまり当てにできない不評部隊を配置。こうすることで 背後の砦の強壁に配置されている部隊からの援護射撃を受けやすくする狙いがあった。また、自軍の両翼は東ローマ騎兵が配置されていたが、ベリサリウスはそれらをあまり信用せず、ローマ騎兵の脇にもまた同盟国の騎兵を配置した。具体的には、左翼には将軍、スニカスが率いる、噴属の騎兵300機、右翼にはより多くの噴属騎兵が配置された。 またベリサリウスはエルール族の主力軍を左翼の背後に忍ばせ、自身の護衛部隊からなる一隊は中央部分の背後に配置した。この護衛部隊はベリサリウスの幼馴染みのアルメニア人の軍人ジョンが率いていた。ありがとうございます。